はじむりゅうは、全霊長代区越の第三代皇帝。大越式前書によれば、伏せ朝皇帝。ただし、近帝古史出願項目の説では、伏せ朝皇帝は送り名ではないという。殺戮と主食乱輪にふけり、ベトナム史上における暴君とされる。全、霊長の初代皇帝。はじむ間の逸夫として、思考名女を聖母として生まれる。992年。 はじむりは、父のはじむかにより、海明王に封ぜられ、居住を、不自州とする。ハジムカンはじむかんは980年の即位以来、長男の慶天大王はじむり中を皇太子として擁立し、その兄弟は各地に作法して、反王とした。しかし千年、はじむり中は、父のはじむかに先んじて没する。これを受けた、はじむりは、将来皇帝になる野望を抱き、 はじむかに自身を皇太子に任命するよう、働きかけるが、軍神は、徴用の情を乱す者として、大反対した。1004年、はじむかは、はじむ竜の兄で三男の南風、王はじむ竜正かを皇太子に任じ、はじむ竜、はじむ竜鈴をそれぞれ解明だよと登場だように、封じる。しかし、はじむ竜の胸中から、後位への執着が消え去ることはなかった。1 0 5年、 はじむかんの放御に伴い、皇太子はじむりゅうまさかりが即位するが、海明大,を大王はじむりゅう、登場大王はじむりゅう鈴、中国王はじむりゅう京羅弟たちは、それぞれの領地において、行為三奪の策をめぐらす。この動きを受けた中層は、はじむりゅう鈴に先制攻撃を仕掛け、切ら替え口に破るものの、ほどなくして、はじむりゅうに死意見悪された。こうして、行為を奪った。 はじむりゅうは、自身の尊号を開け、天皇運成分、神武測天須藤大正名三鷹皇帝とし、聖母には広告公政皇太后の名を捧げ、自身には四人の皇后を擁立する。軍神が皆恐れて、悲惨逃亡する中、ただ軍式士,士の利口を収むのみは、帝の遺体を抱いて同国していた。はじむりゅうは、 彼の忠義を称え、利口治むを4久し軍副式士に任じた。沖田王始む竜金と中国王はじむ流強がタスク乱祭でこぞって反乱を起こした。始む竜は申請して敵人を包囲すること数ヶ月に及ぶ。始む竜金は戦況の不利を悟り、はじむ流強を切って投降した。その後の始む竜金は自軍を率いて、峰州の5番王。 はじむりゅうくぎを攻め、投降させる。以降、昭和は続々と投降し、行為をめぐる混乱は自圧された。一連の乱を平定し終えた、はじむりゅうは、自らの政権の安定化に努めた。1006年、はじむりゅうは、長子のはじむりゅうながらを大使として立て、養子のはじむ勝利を総応とし、はじむ将軍を勘応とした。さらに、 宮中の簡易制度と清掃は僧を手本とした。安南における宮中の内紛を見て取った宗の管理のしのげ策は時の皇帝新衆に対し混乱に生じて兵を送り安南を平定すべきであると建議する。しかし新衆は安南は強順を示している。その地は国熱であり兵馬を損ねる恐れがあるとして出兵の建議を退けた。一方、 はじむりゅうは、弟のはじむりゅう、と、初期、こうなりまさを、長江施設として、僧に派遣した。1007年、僧の新州は、はじむりゅうを高鎮軍王領聖海軍節土市に、封じ、はじむいたる中の名を授けた。はじむりゅうの暴虐は父にまっさり、その姓は、殺戮を好んだ。1 0 8年、はじむゅうは、都領州、遺州、安藤、菅州、占領州に申請して、 異民族を捕虜とし、馬を露覚した。ハジムリゅは、捕虜を無ごたらしく処刑することで、公揚感に浸ったという。1009年、アイスの竹滝へにげ行こうした折、川で、多数の民衆が泳ぎ渡るのに難儀し、歴史者も出ていると聞きつけた。ハジムリゅは人々を無理やり川に追い込んで、泳ぎ渡らせたが、ただ一人の歴史者も出なかった。その後で川に浮き橋をかけさせ、 通行人の便宜を図った。大越式前書の記載によれば、はじむ竜は残虐志向の持ち主であり、その暴虐は父に勝った。さらに、はじむ竜は人に心理的、肉体的苦痛を与えるために、様々な工夫を凝らすことを一種の趣味とした。ある時行行した川に、多くの毒蛇が潜むと聞きつけた、はじむ竜は、わざと小舟を川中に進み込ませ、 ヘビ害を恐れる人々をおののかせた。またある時は、かくの登るなる僧侶の頭を台として、サトウきびを刻み、わざと手元を損ねて、僧の頭が傷つき血を流すように爆笑した。またある時は章を招いた宴席にそれとは知らせず、猫肉料理を供し列席者が腹に収めた頃合いに、材料として猫の頭を披露した。そして、 列席者が吐き気を催す様を見て喜んだ。ハジムリはじむりゅうは、罪人を処刑するにあたり、様々なひどい方法を用いた、はじむりゅうのもとには、冥心がはべり、宮中は乱れた。このほか、はじむりゅうは公職でもあった。弟のはじむりゅうがうに長考した折、少子なる女性を騙して、大区越に連れ帰らせ、自らの愛称とした。地をわずライ床の上に伏したままで政務を取ったため、 時の人はハジム・フセアサとあだなした。ベトナムの民間伝承では角の主食が原因とされる。ハジム流の暴虐なる振る舞いに政治は乱れ、人心は離反した。そんな中、民衆の間では十八子なる者が新たな王としてこの国を滑るとの噂が立ち始める。宋の万行は十八子とは李、すなわち新英伝前式師の李公を収むだろう。彼こそが 将来の名君だろうと予言する。この噂を聞きつけた、はじむ流は、理性の大臣を忠する者の,の、利口を治むのみは信頼していたため死を免れることが、できた。1009年、はじむ流は突如として報じる。在位はわずかに4年、24歳だった。はじむ流の暴虐に前、霊長の大臣らは離反し、皇太子の開封、王はじむ流ながらはわずか10歳。 この状況の中で、ハジムりの弟のハジムりと、ハジムりの間で行為をめぐる争いが勃発する。そんな中、李公を治むと、腕前んま式士の検定は、それぞれ五百の兵を引き、電柱を守るとの名分で宮中に侵入した。文部百官や僧らは、李公を治むこそ神帝にふさわしいと、神帝に推挙した。こうして、李口を治む即医し、 翌年より言語を順天に改め、理朝を起こした。各手前霊長は滅亡した。ありがとうございます。